ピータに。はい、では、収録も開始していきます。では、話し始めは僕の方でアナウンスしますね。だから、ズームのなんか画面が出てますけど、了解するとか、ミーティングに対して。あ、了解を教えていはたい、だけはれば。い、はい。はい。はい、では、開始していきます。はい、では間もなくマイクをオンにしていきますね。合図しますね。はい、3、2、1。皆さん、こんにちは。高坊のキックオフ、初回放送、始まりました。ようやくと言いますか、緊張感を持って、この番組を進めてまいりたいと考えております。高坊です。よろしくお願いいたします。第1回目は、目次、作ってみましたので、見てみます。承認します。第1回目の目次として、ご挨拶、動機、プロフィール、審判資格、で、今後の予定ということで、一応5項目を立てました。このようにこう、うまくいくかどうかわかりませんけれども、一応このような形で第1回目は始めてまいりたいと考えております。まず、この番組を開始するにあたりましての、コンセプト、動機なんですけれども、やはりサッカーに関して今、J リーグとかでは、VAR とカメラを使った判定も実施されておりますし、サポーターやファンに向かれましても、なんでこうなんだと、いったような、疑問と言いましょうか、ストレスを持って試合観戦をしたりとかしている場合も、多いかなと思うんですね。で、また、審判資格を取って間もない、そんな方々のためにも、自分の今まで、やってきた24年前後の経験を少しでもお役に立てるようにと思いまして、番組の FM ギノワンさんでやらせてくださいと、局長さんにお願いをいたしましたら、心よく、どうぞということで番組を持たせていただきました。一応、私の中では期間限定かなという思いで、やっていこうとは思いましたが、今後の展開次第では、半永久はないかもしれませんけれども、長めに続けられればというふうに考えております。で、プロフィールですけれども、さっきのご挨拶、動機でお願いして、記録としては、ちょっと自分自身の明確な、記録がないんですけれども、記憶の中で、ということで、思い出しながら書いてみました。まず2000年の平成11年頃でしたか。最初にまず4級審判員の資格を取得しました。で、それから4級資格で、半年以上経過して、主審を何試合か、私を何試合かということで、合計で、20試合近くですかね。消化しますと、3級の、小級の、受験資格が得られます。それで、おそらくですけれども、2002年、平成13年頃に、小級試験を受けまして、で、3級審判員資格を取得しました。
で、まあ、この頃から、この産休というのは基本的には、また都道府県での、まあ、主体となるというか、中心となる、試合を担当することが、まあ、できます。で、そこから、5年くらいですかね。2007年、平成18年に、さらにその上の資格であるカテゴリーの2級、審判員資格。こちらの昇級試験に、まあ合格をして、そして現在に至るというふうになっています。で、まあ、私の場合、その、体育とかスポーツのその、運動能力がそんなにまあなかったというふうに自分では思ってたので、まあ、ランニングですね、持久走。では非常に苦手でした。すぐ乳酸が溜まってもう走れなくなるような、もうそういう肉体的にも良くない状態が続いてたので、まあ、2級に昇級できるのかどうか、ちょっと不安な部分もありまして、で、受験は3回受験しました。で、その3度目の時に、まあ、東京都の、まあ、サッカー協会の当時の、まあ、審判委員長の方から、まあ、本気かどうかわかりませんけども、まあ、今回で、まあ、受験は、まあ、とりあえず最後になるので、というふうな、こう、釘を刺されてしまいまして、あ、もう、チャンスがないのか、というふうに、まあ、思ったところ、これだと、このままだとまた、落ちてしまうなと。それで一念発起して、まあ、民間のジムに通いました。で、受験は春と秋というのが当時ありまして、それの私は、春の、まあ、受験者ということだったので、受験がだいたいゴールデンウィーク中、ですから、その前までの、新年から、だいたい約3ヶ月、4ヶ月間、もう必死になって、まあ、仕事が終わった後に、まあ、夜、ジムに通って、ランニングマシンとか、まあ、筋肉トレーニングを、そのジムの、まあ、学生指導員ですかね、にそのメニューを作っていただいて、必死になって、こう、まあ、鍛えました。それで、4月、下旬頃に、まあ、埼玉の駒場スタジアムですね。浦和レッズが、まあ、たまにやります会場ですけれども、この駒場スタジアムが、まあ、体力テストの会場ということで、受験者が全員、まあ、関東1都6県の受験者がそこに集まって、体力テストを行いました。で、当時はですね、クーパー走という、まあ皆さんの耳馴染みのない走り方なんですけれども、12分間で、そのトラックを周回するんですけれども、だいたい2700メートル以上走ってください。で、まあ大学生とかはもうなんか3000メートルとか余裕で走るんですけれども、自分にとってはすごい壁というかもう、想像がつかない距離で、まあ、さっきも言ったようにすぐ乳酸が溜まってしまう形でもう全然達成できるのかなっていう不安な部分があったんですけど、一応まあ3、4ヶ月お金を出して、で、まあジムに通って、トレーニングしたという、もうここまでやってきたんだっていうなんか自分のこう達成感が一応あったので、とりあえずもう全力で頑張ろう。ということで、まあ、12分間走を走りました。で、駒場スタジアムの印象が自分にとってなんですけれども、すごく小さく感じたんですね。それが良かったのかもしれないんですけれども、昔に国立競技場、まあ、古い解体する前の国立競技場だったら、ここはめちゃくちゃ広く感じて、一周がすごいな、10キロ、20キロみたいな、こう、感覚があって、とてもじゃないけど、走れなかったんですね。ところが、駒場の方がすごく、狭い、印象を持って、
なんか、いけるんじゃないのっていう、まあ、思い込みがあって、で、スタートを切って、で、何週間走って、でも、あとわずかって時に、まあ、自分でももう、数えるんですね。今3週目だ、4週目だ。で、2400いった。あ、これならなんか、いけそうだな、こう、苦しい、こう、状況の中でも、こう、思いまして、で、12分間のところで、なんとかその、第4コーナーくらいですね、そこまで行って、で、終わったんですけども、その結果、2780メートルということで、まあ、ギリギリその、クリアしたということで、で、とりあえずは、体力テストこれで、まあ、OK だ。で、あともう一つ、ペーパーテストというのがあります。要は、ペーパーテストというのは、サッカーのルールを、まあ、ちゃんと知ってるかどうかっていうのをペーパーテストで、採点されるんですけども、これももう、ほぼまあ、9割近くは取れてたので、で、通知が来て、無事、まあ、昇級認められましたと。で、2級審判員としての、まあ、活動がそこから始まるんですけれども、なかなかこの体力テストに本当に、がかり。3級のままだったら、まあ、ちょっとまあ、楽という言い方変ですけども、そんなに厳しくはないんですけれども、2級以上になりますと、もう上級審判員としての、まあ、立場で活動をしていかなければならないので、まあ、周りに対しても、一目置かれる存在でもありますし、まあ、試合会場における振る舞いとかですね、そういうのもまあ見られます。ので、まあ、しっかりした、形でやらないといけない。いつも私が他の番組で、ちょっとこう、ふざけたようなことを言ってますけれども、まあ、それはそれで、まあ、試合に関しては試合でちゃんとやっております。で、現在も、東京都の試合とか、まあ、関東地方ですね、1都6県。これで、地域協会というんですけれども、関東協会の中の試合もやっております。で、まれに J リーグのクラブのチームの、まあ、クールダウン名目の練習試合がたまにありまして、それも、まあ、呼ばれることもあります。で、まあ、社会人、まあ、大学生の試合は、まあ、来ないんですけれども、社会人が高校生の試合を中心に、まあ、活動しています。で、まあ、東京都の中のある、まあ、市区町村、ここの、まあ、協会の中にも所属をしていて、その市区町村の中のリーグ戦とかですね、学戦もやっています。で、サッカー審判資格、この4番目の方ですけれども、例えば、自分は沖縄県に今住んでいる。で、サッカーの審判資格を取らなければならないんだ、とか、こういった場合ですね、最初にまず4級からスタートします。で、4級っていうのはどういう資格かというと、その県の、まあ、市区町村の協会の、まあ、公式戦を基本的な担当はできます。もちろん練習試合、まあ、紅白戦とかも当然できます。大体、副審という役割が多く当てられます。で、次に、さっき言ったように、まあ、昇級して3級になりますと、沖縄県だったら、まあ、沖縄県の、まあ、サッカー協会が主管する公式戦の主審、または副審を担当できます。で、私が、取得した2級資格ですけれども、これは、まあ、地域協会。まあ、私は東京ですので、1都6県、関東地方の関東協会の主管する試合も担当できます。まあ、沖縄だったらまあ九州地方、九州協会になるのかな？地名までは、名称まではちょっと把握してなかったので、この主審、副審を担当できます。で、また、全国大会に関しては、2級ですと副審を基本的には担当します。副審または、まあ、
場合によっては第4の審判ですね、そういうのを担当できます。さらに一級審判員になりますと、基本的には全国大会を中心に副審、まあ、第4審含めて、まあ、都道府県、市区町村すべての試合を担当できます。で、一級審判員の中から、まあ、J リーグ、プロリーグを担当する審判員が、まあ、毎年こう、選ばれて担当していきます。まあ、現在ちょっと J1、J2、J3、そしてまあ、その下にまあ、まあ、地域リーグの JFL もありますが、基本は一級審判員の方が担当します。で、特殊な、まあ、カテゴリーですも、女子一級という、まあ、カテゴリーもありまして、一級ではないですか。英検でいうところの準一級なのかな？準、こんな感じです。ちょっとまあ、一級は一級ですけれども、女子のカテゴリーの中の一級ということで、ちょっと一段下がった感じの、まあ、枠ですね。そういうのが、まあ、サッカーの審判資格です。まあ一応、今後の予定なんですが、サッカーのルールっていうふうに一般的には言いますが、私どものこう審判員や、審判を指導するインストラクターとかがあるんですけれども、その専門家仲間の中では競技規則っていうふうに表現します。で、私どもが使っている競技規則、サッカーのルールの本なんですけども、ちょっと今、画面を出てみましょう。画像には出ないかな？出にくいかな？多分出ないかな？そうですね、ちょっと出ないですけども、Rules of the Game っていうふうに英語では、まあ、翻訳とか英語表現だと、ローズ・オブ・ザ・ゲーム。ローが法律ですね。法律規則。で、オブ・ザ・ゲームっていうのはゲーム、試合。試合の法律。で、日本だとゲームというのは競技。ということで、競技規則という、まあ、表現をします。ちょっと硬い表現です。ルールでいいんじゃないかと思うんですけど、ね、ただ一応、専門用語として、競技規則という表現をします。それで、まあ、これはですね、厳密、な、その形式的な乗数で言うと、17乗しかありません。あ、少ないな、シンプルだなって思われるでしょうけども、意外に分厚いんですね、その冊子は。すごく乗数のその規定だけではなくて、審判に関しての様々なまあ、やり方といいましょうかですね。こういうポジションを取りましょうとか、あと、審判にとって必要な、なんていうか、4級審判はこういうことを念頭に置いてやってください。3級審判はこういうことを念頭に置いてやってくださいとか、様々なことが載っています。で、実はこれがですね、今年から実はもう配布されないというふうになって、すべてまあ、スマホとかパソコン上で見てくださいと。ただ、市販はされてます。で、僕の場合はやっぱなんかこう、本のような感じで持ちたいので、あまりスマホとかパソコンで見るのが好きではないので、こう、書き込んだりとかですね、いろいろこう、メモを取りたいので、一応市販で、もしも買います。まあ、なんで、くれないのかと、疑問ですけれど。それでまあ、大体これ1000円ちょっとしてたんですね、代金としても。多分今後も、多分2000円を超えない単位で市販されると信じてますので。今後も古い人間なので、冊子の形で持ちたいと考えています。で、ちょっとですね、これからこう番組を始めるにあたって、ちょっとまあ専門的なことになるんですけれども、よく我々がこう指導を受けるときに、サッカー競技の精神を大事にしてくださいというふうに言われます。それは何かというと、まず、競技者の、競技者、まあ選手っていうんですけれども、それを
専門的な言葉で言うと、競技者って言います。で、競技者のまず安全を第一に語ってください。それと、あとまあ、審判員ですので、誰それチームの味方になるとかではなくて、競技、試合を公正、公平に進めてくださいと。そしてもう一つは、両チーム、まあ、サポーターも含めてなんですけれども、まあ、この試合が楽しく、快適に進められるように、まあ、図ってくださいというのが、まあ、大きく三大原則というと言うんですけれども、この三つの柱を、念頭において、様々な試合で、まあ、判定してくださいというふうに言われています。この中の文章なんかちょっと長いですけども、時間いっぱいちょっと読めれば、これも教育とかさっきのさっきの中の前方の方、まあ冒頭の方に載ってまして、サッカーの競技規則は、他の多くのチームスポーツに比べ、比較的単純である。で、しかしながら、多くの状況においては、主観的な判断を必要です。で、審判は人間であるため、必然的にいくつかの判定が間違ったものになったり、論争や議論を引き起こすことになります。で、人によってはこれらの議論が試合の楽しみや魅力の一部となっている場合があります。しかし判定が正しかろうと間違っていようと、競技の精神は審判の判定が常にリスペクトされるべきであるということを求めている。で、試合において重要な立場である人、特に監督、あるいはチームのキャプテンは、審判と審判によって下された判定をリスペクトするという、その試合において明確な責任を持っているというふうに書かれています。で、競技規則というのは、どういう目的のためにあるかというと、まあ、サッカーの試合ができる限り安全にプレーできるための手助けになるように、ということを目指しているというふうに書かれています。で、まあ、私たちもこれを念頭において日々やっていますけれども、まあ、当然まあ、生き物ですので試合というのはまあ、ミスったりとかですね。あ、あの時ああすればよかったとかっていうのがもう、その瞬時にどんどんこう出てきます。で、うまくいったりいったで、すごい快感なんですね。こう、例えば、ファールがあったけれども、その流すことにファールを取らない。取らないって言い方ちょっとまあ、厳密が違うんですけども、そのファールがあったということを認めて、だけど、そのファールされたチームが、その有利にプレーを進められると。得点に向かって、これはチャンスだって言った時に流してあげて、それがゴールにつながった時は、すごいまあ、快感ですね。すごい、エクスタシーといった変ですけれども、自分なりに、声には出さないけれども、ちょっとなんか、気持ちいい感じになって、その後の試合展開にも、まあ、プラスに働いたでしょう。で、そこでちょっと間違って、止めてしまうと、ああ。残り2分半です。まあ、そういった形で、第1回目は私の、その、プロフィールと、まあ、審判資格の、まあ、カテゴリー階級の中身とかですね、そういったものをお伝えしました。で、今後の予定ですけれども、競技規則、そのルールブックのその第1条から17条、そしてその他の審判の仕方ですね。その辺も混ぜながら自分の経験談を含めて番組を、まあ、進めてまいりたいと考えております。ちょっと難しくはしません。本当にこう、砕けた感じで初心者でもわかりやすいようにというのが自分の目的といえば、その番組のコンセプトとしてやっていきますので、お時間のある方は日曜日の、まあ、0時半から開始しますので、毎週日曜の0時半から始めますので、ぜひ見てください。アーカイブでも残ります。
それでですね、実は先日、教育規則の改正がありまして、それに関してもちょっと時間を見つけて、この番組の中でお話できたらなと考えておりますので、まあ、数回先になりますけれども、それを入れたいと考えております。あと残り1残り分どのくでらいでしょす。うか。そうしましたらですね、もし、リスナーさんの中でご質問等ある方は、メールにて番組宛てでよろしいですね。797@fmginowan.com まで、店名には、アカボのキックオフでも書いていただければ幸いです。私の答えられる範囲でお答えしてまいります。30秒。それでは、第1回目はこんな形で始めました。まだまだ不慣れですけれども、どうぞ、長くお付き合いをお願いいたします。以上でよろしいでしょうか。今もう BGM かけてるので、これでちょっと収録の方は切りましょうね、時間で。はい、では、お疲れ様でした。あございます。りがとうございます。いかがでしたか、第1回目。そうですね。まあ、真っ白な、まあ、なんとか、まあ、まあ操作止もめちょっ上げとられ大変たかだったなと思という。ますので、まあ、でもちゃんと26分話も続いていいタイミングで終われたのでよかったかなと思います。よかった。ありじゃあ YouTube のが動とう画ごもざい一ます。回止めますね。ありがとうございます。ありがとうございます。